ガメドバイの皆様、こんにちは、いつれです。では今回は新しいゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回やりますのは、ブラッドステインド・リチャード・オブ・ザ・ナイト。これをやっていきます。では、最初からですね。名前はそのまま、主人公ミリアムで言ってみましょう。難易度ノーマルでいきましょう。産業革命による時代の変化は人々の価値観をも大きく変化させた。それは精神文化の衰退を意味していた。1783年、ラキ火山の噴火によりヨーロッパ全土が暗闇に覆われていた。その時、闇に紛れるかのようにイギリスの一部の都市で大量の悪魔が溢れ出したのである。それは止める者の心変わりにより既得権益を失うことを恐れた錬金術師たちによる暴走だった。彼らは自らの秘術で作り出した悪魔の力と同調する結晶を移植した人間、シャードリンカーを生贄としてこの世に大量の悪魔を召喚させたのだ。人々を巻き添えにしたその動乱は教会の力によって鎮められたが、支払った代償はあまりにも大きすぎた。一方、全て死んだと思われていたシャードリンカーであったが、悪魔召喚の儀式の中で唯一奇跡的に生き残った青年ジーベル。儀式の直前に謎の眠りに落ち儀式を免れた少女ミリア。この2名だけがかろうじて悲劇を逃れていたのである。それから10年の月日が流れ、人々が全てを忘れ去った頃、また再び悪魔が城と共に現れる。時を同じくして眠りから目覚めたミリアム、その血塗られた儀式がジーベルの仕業と知った彼女は錬金術師ヨハネスと共にその呪われた城へと赴く。運命を乗せた船はその時をただ待つのみであった。ねえヨハネス、本当にジーベルが悪魔を？それは間違いないミリアム。やっぱり信じられない。だって私が今生きているのはジーベルのおかげなのよ。君の信じたい気持ちもわかる。だけど確かな情報なんだ。そして10年前の事件、彼を変えるには十分すぎた。本当にすまない。僕の仲間たちが君たちにしたこと、許されることじゃないんだ。あなたが謝る必要はないわ。ヨハネスはいつも私たちを守ってくれてたもの。だけど、そんな昔のことより今やるべきことを考えるべきだわ。本当にジーベルの仕業なら私が止めなくちゃいけない。それが彼との約束だから。本来なら親友だった僕が。シャードの実験のためにたくさん戦闘訓練も積んでるし、私のやれることをやるだけよ。ところで、どうして私は10年も眠っていたの？それが僕にもわからないんだ。わかっているのは時間を止めるような特別な術式の魔法だったこと、それと力の減衰を観測することでちょうど10年で目覚めるだろうと予測できたことぐらいだ。そう、
そろそろ目的地に着きそうだ。準備をしておいた方がいいな。そこの箱に必要な装備を入れておいた。まずはそれを取って装備するんだ。あ、行動できるようになりましたね。はい、カンフーシューズ。あ、どちらかだけ装備できるようですね。装備をつけると、グラフィック的にも変わるようですね。ストーリー的には、先ほどのオープニングで、出ていたので説明する必要はないと思いますね。装備できたようだね。それじゃあ次は。ここは私に任せて。この敵カーソン・オブ・ザ・ムーンにも出てましたね。何か胸に刺さって能力を覚えましたね。今のはシャードか。久しぶりの感覚だけど、悪魔の力を得るのは気分が良くないわね。君の体に埋め込まれている結晶、それはシャードと呼ばれる悪魔の力が個体化したものと同調する。その力は強大だけど、少しずつ生身の体を侵食していくんだ。でも今はヨハネスが発見した術式で侵食は止まってるはずよね。確かにそうだけど、外部からシャードを大量に取り入れて大丈夫という保証は。だとしても今の私にはこの力が必要だわ。それに自分の体のことは自分が一番分かってるつもり。それにピンチの時はいつもヨハネスが助けてくれるじゃない。頼りにしてるわ。都合のいい頼り方だ。でも信頼されているからには期待に応えないといけないな。ただ無理だけはしないでくれ。作業声ですね。こんなところにも悪魔が。城からの悪魔が大量に侵入しているのか。いい準備運動ね。ちょっと船の掃除をしてくるわ。はっ。Y ボタンで魔法を打てるようですね。セルリアンスプラッシュ、跳ねる特性の水弾を打ち出す。では、武器をカンフーシューズにすると攻撃がキックになりましたね。マナローズ、マジックポイントを少量回復してくれる魔力の塊。 MP が減っているときに食材を破壊するとストインする。さあでは先に行ってみましょう。ガレオン、ミネルヴァ。アーカイブス、ここまずか。倒した敵を見れるようですね。それとこの音楽、カーソン・オブ・ザ・ムーンで流れてた曲ですね。上はまだ行けないようですね。
L1、L ボタンでバックステップ。あとは今のところ使えないようですね。ゲームシステム的にはカーソルの部分は、悪魔城伝説のような感じでしたが、こちらは、月下の夜想曲ですね、悪魔城ラクダの月下の夜想曲ベースとのゲームでしょうね。ポーション、インベントリーで使うことができます。これは魔力に反応する魔道具ね。手をかざせばいいのかな。そうですね。上に鳥みたいになってくれますね。レベルが上がりますね。さあ、この上にも行けるようですが、こっちですね。さあ、クリティカルも出るようですね。コンプリートです。カチューシャ、見た目も、カチューシャを装備してますね。ソフトポイント、マスケット、消費しない魔法の中、威力は弱い。先の のは弾丸のようですね。威力はあまりないようなんで、ナイフでいきましょう。さあ、こちらへと、またレベルが上がりましたね。おっと、
となるシャーロックです。R トリガーボタンで、この炎が出るようになりましたね。さあ、これに炎を打てということなので、これ道を減りますね。上の方にもマップで何か表示されてますね。宝箱、断言、攻撃力が戻しますね。扇風機必殺技もできるようですね。セーブポイントですね。ではセーブしておきましょう。なぜか普通のマフラーより記録は上がるようですね。でかいやつが急に現れますね。それほど強いというわけではなかったですね。ヘッドセール、
これですね。いけないようですね。エクトプラス。砂糖が手に入りました。そういえばこの敵もハーストオブザブーン出てきましたね。ボスが近いんでしょうかね。フレームを攻撃力が一気に上がりますね。ただ大振りですね。トウモロコシの種通れるようになりますね。いけるんでしょうかね。いけましたね。さあ、マジックポイントのマックスも上がりましたね。さあこれを押して上に行けということでしょうかね。力は変わりませんね。ファーストザムーンでもミリアムはムチを使ってましたんで。
きが大きいでしょうかね。ブラックゴールド、さあ、これをもう思ってますね。ここを右に行くとセーブポイントですね。ちょっとこの先、ちょっと豪勢な扉があったんでボスの可能性がありますね。ようやくお目覚めか、お姫さん。ジーベルですね。ジーベル、やっぱりあなたなの。どうしてこんなことを。どうして。人間たちが俺たちにしたことを考えれば分かるだろう。10年前の出来事ならヨハネスから聞いた。確かにそれは許されることではないわ。でも今あなたがやっていることは彼らと同じことじゃない。違う。奴らは俺たちの体を作り変えた。それならこの世界を変える権利は俺にもあるはずだ。来るんだ、ミリアム。お前だけが俺の痛みを分かち合える。俺たちはすでに人間ではない。何か操られている感じがしますね。人間ではないか。あなたからその言葉を聞くとは思わなかったわ。覚えてる？それは昔私があなたに言った言葉よ。そんなことどうでもよくない。生きる希望を失っていた私はあなたの言葉に勇気づけられたの。力そのものに善悪がない。力の使い方に善悪があるんだって思い出して、ジーベル。ジーベル様、そろそろ戻りませぬと。ウェモリー、カーソン・オザ・ムーンのラスボスですよね。ミリア、悪いが昔話はここまでだ。俺を止めに来たのだろう。ならば俺を探し出してみろ。その道中お前はシャードを取り込み悪魔の力を使わなければならないはずだ。それでもまだ自分を人間だと思うなら、その時もう一度話を聞いてやる。行くぞ。ボスですね。何かあると思ってジャンプして正解でしたね。
ーションを使っておきましょう。人間の体の方の頭の方が弱点なんですかね。ほら、再戦ですね。序盤にあの水を食らいすぎましたね。顔面に魔法を当てる感じでしょうかね。これなかなかダメージを与えると思うんですが、やっと倒しましたね。知ってるジーベルの顔だった。絶対に止めてみせる。初見とはいえ最初のボスにやられてしまいましたね。ブラッドステイン。着いたね。ここは村？ひどく荒らされているわ。これもジーベルは。悪魔たちの進行が思ったより早いな。さあ行こう。この先に協力者が待ってるはずだ。ちょっと待って。悪魔の気配を感じる。私が先に行くわ。後船に戻れるようですね。では
今回はセーブをして、今回はここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回より実況を始めましたブラッドセインドリトルオブザナイト、やっていきました。やはり最初の方に話した通り、悪魔城ドラキュラの結果の予想曲に似た感じのアクションが RPG といった感じでしょうかね。初見なんですが、まさか、最初のボスにやられてしまうとは思わなかったので、ちょっと残念ですね。最初のボスぐらいは一発で倒せると思ったんですが、ということで次回はこの続きをやっていきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。